よ。画面じゃちょっと伝わんないんだよな。そうですね。でもまあいい。そうですね。これも。あ、そうですね。管理はこの感覚ですもんね。狭いよね。おお。ちなみにカメラに映っても大丈夫ですか。はい。すごく広い。これ倍あるんじゃないの。この倍あります。うん、ありません。あ、通常のちょっとそうですね。ありがとうございます。川口港ね、3月の中ぐらいから、はい、7月の終わりぐらいまでかな、1日ぐらいやって、すごいやりましたね。川口港はバスで行くの。1回だけ行ったんですけど、うん、あそこルアーじゃない、ワーム禁止なんで、禁止だ、ね、何にも3人で行ったんですけど誰も釣れなくて。そうなんですね。夕末でオンリーだよ。あ、言うまずめがいいですね、うん、行く前はもう車でテンション上がって、ね、おお、どうする、でっけえの釣れたらみたいな感じだったんですけど、うん、いざ行ったら、あーっつって。あ、どうだね、いや、走るんですよね、しっかりさん。ありがとうございます。いい笑顔ですね。顔も映った。顔も映りました。特に大型でしたから、1、2枚釣れればいいかな。僕バイキングとかそういうのあんま好きじゃなくて、うん、美味しいもんは腹八分にして止めときたいですよね。そうだね。昔それでよくやっちゃってたんで、うんうん、お、今の釣ったじゃん。はい、ね、お、放流っぽくない。はい、っぽいっすか。放流だ。お、ゆっくりね。ちょっと画像だとちょっと分かりづらいけどね。そうね、そうですね、ちょっと落ちちゃうけど、いいヘラがね。ちょっと持つ手持ちで。いいヘラですね。
画面じゃちょっと伝わんないんだよな。伝わんないですね。でもまあいい。でもそうですね、ボリューム、はい、ちょっと話すところ、はい、ありがとうって言うんで、ありがとう、はい、よし、ありがとう。いいな。トメさん、感想どうでしたか。初のシンベラ、初の神の神のデカいシンベラ。神の神のこのシンベラめっちゃ引きすごいですよね。でもパワーで寄せた感じですよね。まあそうですね、うん、パワーで110キロのパワーで、110キロのパワーで、まあ今本当のこと言うと多分115ぐらいあります。何話したいんでしょうね。やばかったですね。撮ってます撮ってます。これよかったら食べて。あ、いいんですか。うん、どうぞ。ここに走れ。お、走った。お、ケツか。いや、汚れ走ってる。なんとなく半分シンベラ。やりなあれ、シンベラなあれ、なあれ、来てねえか。切れすぎるよな、赤くねえよな。いや、違う。残念。去年モデルだった。どうですか。去年モデルですよ。17モデルですか。ですね。いいヘラだね。もうでもいいですね。おえ。おえ。そういう曲がりじゃないですからね、求めてるのは。ピロッ。よし、尻尾でした。尻尾、残念ながら。でも今回の放流ですね。はい、残念でした。
回しです。よいしょ。